MLRS ってことですね。中はね、ちょっとあんまり非公開になっています。そんなに熱くないんですか。これ鉄じゃない、射撃統制装置っていうか、そのまあ通称の無理職人なんです。今まで迷彩だったんですけど、ね、この羽が折れてるんですよ。防火で避けたんですか。ここが面会所で、はい、というわけで皆さんこんにちは。今日来てるのがね、日本原のね駐屯地に来てます。でこれからまだまだ駐屯地に入ってないんですけど、これから日本原のね駐屯地の方に行って、何でもね多弾層ミサイルシステムっていうのがその配置されたみたいなんで、配置というか展示してるみたいなんで、ちょっとね今日はそれにを見に行こうかなということで、ちょっと特別にね入っていこうかなと思います。それではスピチューブよろしくお願いします。展示のやつでこちらの方になります。あ、ここ貼っていけばいいですか。車の前にこちらの方に付けていただいて、車の移動をちょっとお願いしたいんですが、どっちが誘導しますので。あ、はい、わかりました。書いてる通りなんですけど、まあMLRS、まあ、アメリカ製のものなんですけど、それが、まあ、静岡の富士学校で、訓練用に使ってたんですけど、それが、まあ、廃車になって転用されて、で、まあ、ここに希望を出したら、まあ、通ってきた。あ、通ってきた、はい、撃てるってことは撃てる。射撃はできません。もう油圧系統がもう外されてて、この上げたのも手動で上げてるんで、結構複雑な電気系統とかがあるらしくて、初弦が電波で要は流れてくるってことなんですね、本物は。標的を狙うみたいな感じ。これが地対地ですよ。ロケット弾が、まあ、12発、6発、6発ですね。その1発の中に小弾がたくさん入ってて、それがばらまかれて、あ、クラスターみたいな。それが地上に当たると破裂という、はい、なるほど、ね、モンロー効果で。じゃあまあその標的があって、はい、そのまあ、パソコンとかそういうなんかで射撃統制装置っていうか、その、まあ、計算をしたりとか、そういう所言を算出して、あ、データがで、データが飛んでくる。あ、なるほど、はい、分厚いんですか、中っていうか。そのそうです、中はねちょっとあんまり非公開になってるんですけど、触ってもらったら大体厚みが分かると思うかなって。そんなに厚くない。これ鉄じゃないですよね、これ色見ると。なんかもっと錆びますよね、まあ、こういう風に普通に。そうですね、なってないでしょ。なってないですよ。おそらく軽量化してるんでしょうね。見どころですか。見どころどうですかね。
が、まあ、あると。あ、これで装填する感じなんですか。これはね、装填はですね、もう ほんと水平にして。結構重いですよね。これも全部機械です。あ、機械であるんですか。これ2トンぐらいあるやつでしょ。まあだけで2トンも。6発6発の12発ですね、これが。これは、ね、どうやって持ってきたんですか。これトレーラーで。トレーラーで持ってきたんですか。静岡からトレーラーで、はい、積んで持ってきたんですか。はい、すごい。細部は、うちのツイッターやってるので、そこで見てもらえる動画が、あの日本原駐屯地のツイッターツイッターの、はい、うちの室長が作った動画が、2分間動画があります。あ、わかりました。はい、じゃあ下の方に載せときます、はい。まあ、話変わるんですけど、日本原の駐屯地あるのは多分みんな知ってるとは思うんですけど、岡山の人とか、何の舞台なのかが、何があるのか全然分からない。なるほど。はい、多分すごい。日本原駐屯地は、まあ、中国語圏は13旅団、まあ、広島に本部があって、はい、その中の一部分が、まあ、日本原に、まあ、駐屯してると。あ、で日本原については、13特化隊ですね、 FH70 を装備。 FH70 ってのは、はい、まあ、大砲ですよね。あ、大砲を装備している部隊が、まあ、主としてここに、あ、まあ、いると。それプラス後者部隊、キンサム・タンサムを装備した部隊がいると。対空戦闘の、まあ、要ですよね。あ、飛行機とか、それからなるほどヘリコプターに対する、それから、戦車中隊ですね、戦車74式戦車を装備した部隊がまあいると。あ、そうなんですか、はい。なんかよく聞くのが、なんかその米軍のなんか、はいはい、演習場みたいなのあるんですか。なんか米軍の演習はまあ例年やってますよね。共同訓練も一部やりましたし、 あと単独訓練も、はい、やってますね。最近もなんかあったんですか。先月12月ぐらいから、あの共同訓練、あ、そう、一部ちょっとやりました、ね、ここで、はい、今年か、あの米軍単独訓練ということで岩国の部隊が、まあ、ここに展開して、あ、単独で単独で、はい、あの、まあ、岩国は航空の部隊なんで、その飛行機を飛ばすための、まあ、施設を、作る。これいつ頃まで。これはどうですかね。もう一生展示見たいっていう人が言ったら、はい、9時半から15時半ですかね。で、はい、何月か何日。いや、もう年中です。年中土日も一応の到着ので対応するようにしてますね。そうなんですか。年中ぜひ。年中はい。その事前申し込みなしでなしで、はい、通りかかったから来たよってことで、まあ守衛、まあ、継承の方に行ってもらえれば。ああ、そういう感じなんですか。なんか、はい、限定なのかと思って。いやいやいや、これはもう自由です。多分国道からね見えると思うんですよ。そうですよね。パッと見えたんで、はい、ね、これからライトアップもしようかなとかって言ってるんですけど、夜ですね。すごいですね、なんか。あとこちら、はい、ヘリコプターですね。これなんか結構なんかちょっと傷んでるんですけど、古いもので、まあ大きさを感じてもらえたらいいんですかね。あ、こういう大きさなんだと。古いですよね、でもね。これももう古いですね。よく見るのが、なんかあの迷彩のカラーのやつをこれ見るんで、ね、よく受け継ぎ。今年はね、ボディ一色になったんです。今まで迷彩だったんですけど、ちょっと一色にしてみようってことで。あ、ここの基地限定って。そうです。あ、今全部ボディ一色になってるんですよ、実は。まあこれ UH なんかもね、飛んでますけど、まあ実際見たら結構でかいんだなって。あー、でかいですね。結構でかいですよね。でかいですね。これもなんかなんもないですけどね。羽が折れてるんですよね。大風で。これ、あれ、裂けたんですか。あ、そんな。落ちてる。あ、本当だ。風が吹いて。ここが面会所で。あ、面会室こんな感じになってるんですね。そうですね。はい、普通のなんかそういう応接室っていうか、ね。そうです、応接室みたいな。はい。あ、すごい。各種ね。ぜひ持ってください。あ、かっこいいですね。はい。ありがとうございます。はい、あ、それ。まあ見てもらったら。はい、また来ます。すみません、ありがとうございます。日本原駐屯地に新しく展示されることになりました MLR です。皆様、ぜひ見に来て、触って、感じてもらえばと、日本の防衛について考えてもらえる契機になればと思いますので、お待ちしてます。はい、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。